その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか。立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。疲れた。もっと体力つけなきゃ。エレン、立体軌道のコツはつかめたか。いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。ああ。じゃあそんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだよ。のう？あ、いや、僕は何のための訓練だと思ってんだ、クズが。なんだと？二人とも落ち着きなよ。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。くっそ。おい、ちゃん。お前の志望は調査兵団だったな。ああ、俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。3年間の訓練を終えた第104期訓練兵は
ついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよう。はっ。本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの選択肢がある。壁の強化に努め、各町を守る駐屯兵団、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団、そして王の下で民を統制秩序を守る憲兵団。無論憲兵団を希望できるのはこれから発表する成績上位者10名のみである。クリスタ・レンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエーガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン、首席ミカサ・アッカーマン。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くしてやる。母さん、逃げなさい、早く。ハンデス、子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜ。確実に二人だけ助けるか、戦って全員助ける賭けに出るか。俺は マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹残らず。乾杯。マルコ、これで一緒に憲兵団に行けるな。内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜ。ああ、王の近くで仕事ができるなんて光栄だ。まだお利口さんをやってんのか。言えよ本音を。おいちゃん、お前おかしいとは思わねえのか。巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよ。今さら何言ってんだ。これが現実なんだよ。俺のためにもこの愚策は維持されるべきだ。このクズ野郎。4年前の作戦で人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。勝てないと思うから諦めるのか。確かに
ここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。負けはしたが、得た情報は確実に次の希望につながる。お前は何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して内地に引きこもるのか。冗談だろ。そんなに外に出たいなら一人で行けよ。死に急ぎやろうが。俺は巨人を駆逐して狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。はあ、調査兵団にするって。コーニー、お前八番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの、皆さん、長官の食料庫からお肉取ってきました。サンサ、お前、独房にぶち込まれたいのか。大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。いいだろ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。スタンド目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ。俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。
それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛部を中東兵団の迎撃班、中衛を司令班が率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまでウォール・ローゼを死守せよ。解散。はっ。なんて今日なんだ。明日から内地に行けたっつうのに。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください、私の腕では足手まといになります。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ。どうか死なないで。死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ間違いない。言っとくけど今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし行くぞ。おう。前衛部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士さん。何しやがる。待ってくれ、よくも通らせろ。やめて、やめてください。なんで僕は仲間が食われている光景を眺めているんだ。どうして僕の体は動かないんだ。外の世界へ。
なぜ俺たちを無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。すげえな、ミカサ。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつもみたいな冷静じゃない。このままじゃミスる。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え！ごめんなさい、エレン。私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわー！
人を殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと、例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あ、これをエレンがやったってことか。みんな無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。
意識は正常なの？アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ？なんなんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。いいか訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ？人か巨人か？質問の意味が分かりません。シラを切る気か化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間です。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か？エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに？どうやって？とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもしここで中東兵団を説得できると言うなら俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！彼は人類の敵ではありません！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります！敵でないというなら証拠を出せ！証拠は必要ありません！我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです！大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです！周囲の巨人が
彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ、私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術勝ちを解きます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。注文。これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味合わせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、
私がわからないの。避けろ。作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ避ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろう。俺がこの世に生まれたからだ。巨人に勝ったよ。Thank you.
超大型巨人によってトロストクの壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコレ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナクに大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ、団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルヴィン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。頼むよエルヴィン、巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です、平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルヴィン、行かせてもらうよ。待て、ハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人で空き缶です。リヴァイ、追え。ち、バカが。危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ、部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章、壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した、表情を変えた、私に敬意を示すような姿勢を取った。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼラングナーの戦果だ。エルヴィン見てよ、私の考案したこの装置を。
これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ？そうでしょ？じゃあいいよね。巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね？そうだな、構わない。作戦の許可を出そう。うはーはー、ありがとうエルヴィン。早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。ヒャッホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮かれすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな。昔昔あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっとリヴァイ兵長が。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。テトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう、俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。
リヴァイ、お前の班は最後尾について巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。急いで中へ。ち、何が起こってやがる。飛行手一体向かってきます。面白い面しやがって。ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。今回決めるのは、君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か、調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が、今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて、我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力だウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい、彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに
何をそんなに怖がっているんですか。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。佐藤、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるの。オールオー、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくなエレン。しかし未だに信じられないな、巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団きっての精鋭。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは。大変です、ハンジ分隊長。被験隊が、捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？ミカサ、アルミ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより、被験体の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が、犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど、立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられた。けど結局、誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！
お前らここにいるってことは調査兵になったのか。じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか。兄は憲兵団だ。マルコは。マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った。マルコが死んだって言ったのか。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。殺さないのか。顔を確認した。アルミ、おい立てるか。とにかく馬に乗れ。
奴は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大樹の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。このまま馬で駆ける。遅い、さっさと決めろ。進みます。加速します。走れ、このまま逃げ切る。兵長、進め。撃て。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。分かったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいるやつと会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。あの長官、ふざけた命令しやがって。当初の兵站拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと。目的も何も分かりやしねえ。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、そりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろ。アルミ、何やら分け知り顔だが。そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうか。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。ちゃん、僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近。し、行くぞアルミ。
てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おい、てめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消すると。俺の班のところへ戻る。奴らそう遠くへ行ってなければいいが。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが。なぜだ。命令だ、従え。了解だ、エルヴィン。お前の判断を信じよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。以前君が言っていた推論を思い出したから。超大型巨人が消えた時、中身は立体機動装置をあらかじめ装備していたから、蒸気に紛れて素早く逃げられた。今回も同じことが言えると思わないか。女型の中身が我々と同じ装備をまとい、兵士に紛れ込んでいたら。リヴァイ兵長。いや、違う。誰だ。
早く体勢を直せ。おい、死ね。なぜだ、刃が通らねえ。俺が選択を間違えたからみんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。エレン、行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺してエレンを。待て、落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず女型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。
なんで、みんな、一体、作戦は？失敗した。今は休んで。もうじき、壁に着くから。早朝から出てったと思ったら、もう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。あ、かっけー。あんなにボロボロになっても戦い続けてるなんて。リヴァイ兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話してることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか？死んだ兵士に悔いはないとお考えですか？今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は、調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時に、エレンの引き渡しが決まった。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに？兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか？このままじゃエレンは殺される。ウォール C7 内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は、僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。まったく傷つくよ、アルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。雲、もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。
アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。世界は残酷なんだから。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。
兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るには、まだ時間と犠牲が必要だ。